はい、というわけで今日はね表町商店街、表町に来てます。ここはね心斎大寺町商店街。これ夜になると結構ね雰囲気がねなんかまったり系というかちょっと下町感があるようなね感じがするんですけど、今日ね夕方なんですけど、ちょっと気になるねお店あるので行こうかなと思うんですけど、いつもはねこの辺ブラブラしつつなんですけど、今日はねちょっと違う場所、ここからちょっと離れた、まあ、徒歩5分ぐらいのラーメン餃子のお店に行こうかなと思うんですけど、まあ、この辺で1時間駐車料金200円ぐらいのとこあるんですけど、ここのねグリーンパークっていうところ60分100円です。あ、すみません、ありがとうございます。今あれですかね、昼間とかはやってないんですか。あ、本当ですか。昼間来たんですけど、やってなくて。あ、そうなんですね。あ、ありがとうyou
というわけでごちそうさまでした。あっさりめのね、ラーメンですね。本当に優しい感じで、餃子もね、なんかこの昔ながらのなんかなんていうんですかね、よく昔食べたような感じの餃子でした。で、場所がですね、これはもう大雲寺交差点ですね。でこっちから行くと東山の方に抜ける。でここですね、昼間はね、前はやってたらしいんですけど今やってなくて、夜の夕方の15時から、20時までやってるそうです。やってんのかなと思ったんですけど、夜になったらやってるというお店でございます。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。